12月12日午後12時31分ごろ茨城県南部を震源とするマグニチュード5.0の地震が発生しましたこの映像は東京府中市での揺れの様子です撮影を開始したのは地震が発生してから約10秒後ですご覧のように地震は長く続きませんでしたが茨城栃木群馬埼玉では震度は4でした